マーガレット売り場で必ずお客様が足を止めて見入ってるのがこちらです。でこの去年これすごくねすぐなくなっちゃったんですね。見つけたら買っといてくださいなんですけど、こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルの真室みどりです。今回のテーマは2023年3月の園芸情報です。私は20年ぐらいお花の仕事をしていますけれども、今は園芸店で店長をしています。3月少しずつ暖かくなってお花の種類もね増えてきてますので、ぜひお楽しみください。今回の動画では園芸のプロがおすすめするイチオシの情報が知りたいという方、2023年3月の買うべきものを知りたい方、初心者の方でも園芸を楽しみたいという方、こういった方に必見の動画となりますので、最後までご覧になってください。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、園芸情報を発信しています。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。3月半ばになってくるともうオステオスペルマムが出ますっていうところで、オステオスペルマム 3D シリーズとかって言ったりしますけど、八重咲きのタイプですね。お花がもう一枚じゃなくて本当に密になって豪華な感じ、色合いもなんか優しいものから大人のいろいろな色合いが出てきてます。オステオスペルマムは、これからどんどんお花が咲いてまさになんか旬っていう感じになるんですけれども、どちらかというと夏の暑さにあまり強くないので、夏になるまでにお花が一旦終わりますっていうところです。梅雨に入る前に切り戻し半分ぐらいにしてもらうと、秋口にお花がねポロッと咲いたりとかっていうこともあるので、そんな風に楽しめるお花になります。3月なんですけれども、まだちょっとね涼しかったりとか、まあ、春本番っていうちょっと手前っていうところの植物、そういった植物っていうのは梅雨の手前ぐらいまで咲いて夏お休みして、また秋にちょろっと咲いてくれるよっていうのが多かったりするんですね。オステオスペルマムもそういう感じでした。次にご紹介したいのがマーガレットです。マーガレットのスマッシュシリーズ、ダブルストロベリークリームって言います。すごい、もうこれピンクと白がグラデーションっていうか、これおそらく肥料の関係とか、あと温度の関係で多少変わるんじゃないかなと思うんですけど、この白とピンクの感じあんまりなかったですよね。こんな種類とかも出てきてます。同じくスマッシュシリーズのアプリコットピンク、ピンクがほんのり入る感じでアプリコットがメインなんですけど、もう本当にねこの咲き方は可愛いですよね。マーガレットはこの花の可愛らしさもそうなんですけれども、次々とお花が咲きます。パンジービューラーのように花がら摘みをねしてほしいんですけど、よく咲いてくれるので花がら摘みをしましょうっていうところです。もちろんお庭に植えることもできますけれども、二回りぐらい大きい鉢に植えて鉢で楽しむっていう方法が私はいいんじゃないかなと思ってます。真夏がやっぱり暑すぎちゃって、ちょっとお花を休みする代わりに移動することもできるので、そんな計画を立ててみるといいと思います。そしてマーガレット、お花よく咲くのできっちりとした肥料が必要になってくるので、液体肥料とかでね後からあげるといいと思います。マーガレット売り場で必ずお客様が足を止めて見入ってるのがこちらです。 PW さんのストロベリーホイップって言って、わかりますか、このお花の色が変わってきます。これ咲き進むにつれて色が白くなっていく感じです。初めは色が濃いんですけど、これもよく咲いてくれますので、花がら摘みと肥料をね忘れないように液体肥料していただくと、つぼみも下の方からすごい構えてるので、マーガレットはねぜひ種類が多いうちにね、一株でもね気に入ったのがあったらぜひ試してみてください。そして皆さん大好き、私もすごい大好きです、ラベンダーです。ラベンダーもすごく種類が多くなってきますが、まず出始めとしてフレンチラベンダーという種類が出てきます。ラベンダーというのは夏の暑さに強くないっていうね、よく北海道のラベンダー畑を想像すると涼しいところで優雅に咲いているみたいなね思い浮かべますけれども、こちらのフレンチラベンダーっていうのは夏の暑さにも結構強いように品種改良がされています。でその代わり寒さは若干ちょっと苦手かなっていうところがあります。暑さにも寒さにも強いよっていう種類がこれからも出てきます。で新しい品種、これフレンチラベンダーのクラウンピンクパールっていう種類ですね。ストエカス系っていうラベンダーに品種がねグループが分けられるんですけど、特徴としてはこの花穂みたいなところの上にこうウサギの耳みたいなこういうピヨンと出る感じです。これが特徴的なんですけど、このねクラウンパールピンク、このシリーズはとにかく大きいんですよ。お花が
2倍ぐらいにこれから大きくなります。耳の部分がもっとこう展開してくるというかねっていう感じ でこの去年これすごくねすぐなくなっちゃったんですね。なので見つけたら買っといてくださいなんですけど、流通がそこまでないかもしれなくてもうごめんなさいなんですけど、どちらかというとフレンチラベンダーはお花の香りっていうのは少ないんですけど、幹ですね、幹とか葉っぱがラベンダーのすっきりとした香りがするので、風にそよいで香るっていうよりかはこう触っていい香りがするよっていうところなので、素敵な花色を見つけてくださればと思います。ラベンダーの楽しみ方なんですけれども、できれば鉢植えがやっぱり長く楽しむコツになると思います。水はけのとてもとてもいい土に植えていただいて楽しみください。そして根は優しくいじるか崩さないでそのまま植えるみたいなね植え方をすると失敗が少ないと思います。続きまして、今買っておかないと後悔しますよ的な紹介になります。それは何かというと、ディアスシアのダーラアップルブロッサムですね。こちらですね、密に咲いてますが、こちらなんですけど、出回り期間がちょっと短めなんですね。でも量的にはまあまあ市場にね出るんじゃないかなとは思うんですけど、これをね植えておくと、これから3月の下旬から4月5月の手前ぐらいまで本当に綺麗なんですよ。なんかねもうキラキラ光ってるんですよね、庭の中で。これありませんかっていうその頃になって聞かれることが毎年毎年起きてますので、ディアスシア、ダーラ、アップルブロッサム、はい、こちら見つけた方はぜひね買っておいてください。言いましたよっていう感じでね、はい、比較的このダーラのシリーズはとても強い夏の暑さとか寒さとかに比較的耐えて、また新芽がこう出てきたりとか長く楽しみやすい植物になりますので、おすすめになります。そしてこちらネモフィラです。茨城にありますよね、ネモフィラの丘、青いね一面の映像など現地に行って見た方が、あれはないんですかっていうのが今あります。3月中旬ぐらいまでには、買っといた方がすぐねなくなってしまったりもするのでおすすめです。そしてネモフィラ結構ね乾燥に強かったりするので、お庭に植え付ける場合にはもう一度植え付けたらお水はいらないぐらい、そのぐらい乾燥に強いです。蒸れやすいところもあるので、黄色い葉っぱをよく摘んでもらったりとか、終わった花を摘み取るとかしてください。植える際には根を崩さないでそのままそっとね植えてください。いろいろなお花の色もあって、こちらブルーベリーアイス、こんななんか大人な感じのね表情の色合いとかお花の形もあります。人気なのはこっちのねブルーですね。そしてお庭に何か植えたいなっていう方、その中でも特に背の高く、ね、なるものがやっぱりバランス的に欲しいなという方、こちらのルピナスピクシーデライトですね。こちらマメ科の植物ですけれども、お花が咲いた後はそんなねサヤエンドウがこうつくみたいな感じの花の終わり方をします。でこちらも次々と咲いてくれて穂がこう出てきます。根を崩さないようにそっと植えるのがポイントになります。ルピナスピクシーデライト、こちらは真夏の暑さがね苦手なので、まあ、一年草扱いっていう形に日本ではなります。まあでも本当に長い間次々とねこの穂みたいなのが出て綺麗に咲いてくれるので、ちょっとねお庭のアクセントになります。そして3月に入ってくると徐々に宿根草の数も増えてきます。ジキタリスもね人気の宿根草になりますけれども、こちらジキタリスのパンサーって言います。こちらは花穂がね結構たくさん出るタイプで、株もしっかりと丈夫っていうねところで、連続開花って言って次々にこう咲くみたいな感じでたくさんお花をねつけるタイプになります。こちらはね滝井さんのオリジナルですね。アネモネです。はい、アネモネ何がおすすめかっていうと、やっぱり人気品種が多いっていうところもあったり、特にアネモネとか、あとクリスマスローズ、ラナンキュラス、この3月結構お買い得で買えるそのシーズンというかに入ってきます。そういったねセール情報とかもサニベルやってますけれども、ぜひ見逃さないでゲットしてみてください。ちなみになんですが、サニベルではサニベル公式アプリというのがあって、そちらでクーポンを配信したりとかセール情報などを発信しているので、そちらの方もサニベルに来れる方はぜひアプリゲットしてみてください。それとこの季節3月に入ってからちょっと心配事とかの中で、うっかり寒波に当ててしまって葉っぱがちりちりになっちゃったとか、もうしなっとなりすぎてなんか復活するのかしないのかみたいなところでドキドキされてる方がいるかもしれないんですが、まずは様子を見るというか、何もしないでとりあえず置いておきましょう
チリチリになっちゃったものとか、本当に極度に柔らかくなりすぎてしまった葉っぱとか茎っていうのは戻らないものが多いです。そこで急いで液体肥料をあげたりとかすることはしない方がいいですね。まずは自然に植物が中心の方から新芽を吹き出すタイミングを待ってあげるっていうところをね、ちょっとやってみてください。土が十分に乾いてお水をあげる際に活力液を薄めて、いつもよりも薄めてあげてみたりっていうね、そのぐらいは大丈夫だと思うので、タイミングをちょっと見ながらやってみてください。そしておなじみになってきましたけれども、ネメシアですね。ネメシア本当にいろいろな種類が出てます。この季節も本当におすすめになります。ちょうど温度がね、寒すぎなくって、本当に春本番初夏ぐらいまでよくね咲いてくれると思うんですが、こちらはアロマンスのシリーズバニラチェリーです。はい、こちらブルーベリーカスタード、大人な感じです。ネメシアって甘い香りがするのがあるので、それも含めてちょっと楽しみですよね。香りがするものってなんかホッとするんですよね。なんかこう日本茶飲んだ時にホッとするあれと似てますよね。毎日この香りでホッとしたらいいんじゃないかなと思って、あと季節的にも本当にネメシアとても調子が良くなる季節なので、今ねおすすめのお花として当たり前になってきちゃったんですけど、ランクインしました。おなじみですが、サニベルオリジナル培養土、緑の土です。私がもうこんな土あったらいいなっていうのを再現しました。初心者の方が失敗しづらく枯らしづらいっていうね、成功体験をしていただきたいなっていう思いを込めて作った土です。根を元気にして植物をかっちりとねさせる高濃度フルボ酸も規定量の 1.5 倍入っていたり、土っていうのは本当に植物にとって大切なものなんですね。土が変われば植物元気に育ってくれるので、まずは最初のね一歩、土っていうところをもし使ったことがない方はぜひお求めになってみてください。そして緑の土はオンラインショップで買うことができます。もちろん店頭にもあります。概要欄からチェックしてみてください。概要欄は動画のタイトルをタップしていただくと、そこから入っていくことができます。緑の土オンラインショップの他に、サニベル公式アプリのリンクですとか、おすすめのグッズもリンクがありますので、ぜひ見てみてください。3月に入りましたので、バラは3月に入ってしっかりと肥料をあげましょうっていうところで、やっとねあげれる時期になりました。これは、バイオゴールドのセレクションっていう肥料で、バラのためにいい配合になっている肥料になります。こちらは肥料なんですけれども、活力液が周りにこうコーティングされているようなイメージで、ただの栄養素だけじゃなくって、植物を気遣うみたいな感じで優しい肥料になります。そして3月といえば、暖かくなってくると虫も活動活発に、ね、なってきますので、そんな時にはこちらは殺虫剤入りのハイポネックス原液殺虫剤入りという、こういうものもあったりとか、こちらはね、まあ、手袋などをしていただいて、普通にお水に混ぜて液体肥料をまく要領で撒いてください。そうすると殺虫成分が植物の中に吸い上げられて、それで植物に虫がつきづらいっていうね風になります。そしてこちらよく見たことあると思いますけれども、オルトラン DX、 こちらも土の上に撒くタイプっていうところで、1メートルより背の高いものは行き届かない場合があるので、草花的なところで使うといいと思います。いかがでしたでしょうか。気に入ったものが、ね、あればぜひ早めに来ていただければと思います。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして動画を見る際にはぜひベルマークをオンにしていただくと旬な情報をゲットできますので、どうぞお楽しみください。サニベルではお店の旬な入荷情報としてインスタグラムをやっています。タイムリーにお花の情報がゲットできますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。それではまた。